先週土曜日、 J リーグガンバ大阪のホームスタジアムで目の不自由な方も参加したイベントが開かれました。そこで人気だったのは犬と触れ合うことができるコーナー。盲導犬の育成訓練を行う日本ライトハウスのブースです。私たちの法人の運営というのは寄付とかチャリティーグッズの販売で支えられてますので、そういったことをしていただくのも合わせて寄せていただいてます。盲導犬の募金よろしくお願いします。盲導犬は目の不自由な方に無料で貸し出され、さらに育成にかかる費用のおよそ8割は寄付金で賄われているため、訓練所は常に赤字状態。盲導犬の数も増やせず、現在およそ3000人が盲導犬を待っている状態だといいます。必要なものだと思うので、もっと安定したなんか財源みたいなのがあればいいかなと思うんですけど、国がしっかりそういうことはするべきですよね。日本ライトハウスは大阪千早赤坂村の訓練所で現在28頭を育成中です。犬は暑さが苦手なので、夏の間は朝6時に訓練スタート。車で移動して実際の行動で歩行訓練を行います。例えば歩行するときに大きな音の鳴る車が来たりとか、あるいはすぐそばでゴミ収集が始まったりとかしても動揺せずに安定した歩行をしなければならないので、実際の道に出て訓練するっていうのがすごく大事です。どんな場所でどういった動きをすればいいのかを身振り手振りを交え教え込みます。交差点の場所を知らせるのも重要な役目です。何もない道をまっすぐ歩いて交差点に来たら左に入り込みます。この動きですね、この左に入り込んで停止するっていうことで、視覚障害者の方が今角に入ったんだなっていうことが分かるんです。時には別の訓練士が進路を邪魔することも。障害物を避ける訓練です。盲導犬が気を配らなければいけないのは足元だけではありません。植木が飛び出してないたりすると、犬はその下くぐれるんですけれども、人は当たるので、そういうのを見せて避けるんだよっていうふうに教えています。こうした訓練を半年から1年間積んでいきます。しかし全ての犬に資格が与えられるわけではありません。残念ながら、そうですね、盲導犬になるならないはその犬が持ってる素質がすごく大事になるので、大きな音がバーンって鳴った時にこうびっくりはしても怖がりすぎないとか、例えばいろんな匂いに関しても気がついても今仕事だよって言ったら仕事を優先させることができるとか、そういう性格ですね。3割から4割が成功率ですね。晴れて盲導犬としてデビューが決まると次の訓練へ。こちらは、盲導犬を持たれるユーザーさんが新しい方でしたら4週間、持ち帰りの方でしたら2週間こちらに寝泊まりしていただいて盲導犬との生活を練習していただく場所になります。ここから盲導犬のパートナーとしての生活が始まります。視覚障害者にとっても全てが初めての経験です。冒頭のイベントに盲導犬のビビットとともに登場した浅井純子さん。訓練所に泊まり込み盲導犬との生活を練習しました。犬と一緒に歩くっていう行為自体が初めてのことだらけで、ビビットがね、訓練士さんの方がやっぱりその時はねまだ慕ってるっていうところがあるので、訓練士さんの方を見て歩いたりとか、で私の方にこう意識を集中させないといけないことであったりとか、信頼関係を彼と築いていくことがまず一番で、1ヶ月があっという間でしたね。はい。7月訓練所で8頭の子犬が生まれました。盲導犬の卵たちです。
子犬たちは生後2ヶ月まで繁殖ボランティアの下でお母さんと一緒に育てられます。300グラムぐらいから生まれて今ちょうど5キロぐらいあるんですけど、まあ、その間ずっと成長過程見られますし、まあ、一番可愛い時期を見られる、まあ、特権のボランティアだなと思いました。断乳してお乳飲まなくなってからがちょっと大変です。まあ、ご飯の時間とか遊ぶ時間とかが全然違うんで、ほとんど24時間付きっきりのお世話って感じですね。2ヶ月経つと子犬たちは親元を離れ、パピーウォーカーと呼ばれる保護ボランティアに引き取られます。そこで食事やトイレなどのしつけ、人間を好きになるよう愛情を持って成犬となる1歳まで育てられます。その後訓練所で本格的な訓練が始まります。ボランティアの方なしでは成り立たないですね。この子たちを育てていただくボランティアさん、パピーウォーカーと呼ばれるボランティアさんもいれば、とにかくありとあらゆるボランティアの方に支えていただいてます。盲導犬の育成には1頭につき1500万円程度かかると言われていますが、実はその大半はボランティアが支えています。歩行訓練中の1頭の犬を陰で見守る夫婦、盲導犬としてのデビューが決まったカイルを育てたパピーウォーカー、いわゆる育ての親です。すごい甘えたでした。ずっとこうなんかべったりずっとくっついてくるような感じです。日本ライトハウスでは通常パピーウォーカーは訓練中の犬と会うことはできませんが、盲導犬として進路が決まり、それぞれの道に進む前に限り面会が許されます。林さんがカエルの姿を見るのは実に1年ぶり。こんなんできるようになってる、すごいびっくりされてます。信じられないです。なんか訓練を終えたカエルと再会の時です。多くの人に支えられ、現在国内ではおよそ800頭の盲導犬が活躍しています。ご視聴ありがとうございましたケロ。